次が、1285ページかな、常任書の1285ページ、2468行目の、丸のね、一文終わった後、間の習いは善を抑えて悪を作らしむる方が喜ぶことに候ろうと。このやっぱりこの一文を持っても間っていうその生き物がいるんだっていうことをやっぱ我々は捉えなきゃいけないよね。まあ、普通の凡夫は絶対見えるわけないけども、やっぱりその邪宗教に救ってるものは本当に目に見えない何らかの衆生間っていう生き物が本当にいて、それがある意志を持ってちゃんと俺たちをその引きずり落としたり邪教に執着させたり、こう能動的にやってるんだってこと。それでだから喜ぶっていう表現がそうじゃんか。喜ぶってことは何らかの衆生がいて、そこにその、喜怒哀楽を感じてるってことなんだから、それはまず第一段階はこういうことが起こるって。間ってのは天地を善と悪は無始以来の左右の法なりっていう故障なんだね。だからもう宇宙の存在自体、存在している限りは仏という本当に人を幸せにしていくっていう、そういうベクトルっていうか、そういう思考性と人をそのとことん、人も何でもない全ての存在を悪い方へ悪い方へって引きずっていく、そういうその 力学が働いてるのが存在の本質だってことだよ。もうそういうもんなんだと。で善なる方向へっていうのの極まった姿が仏っていう存在だったってことだな。でしかもそれはよく考えたらさ、一方しか説いてないんだから、二種類も三種類も宗教ないわけだよ。だから正しいっていう法則は宇宙っていう存在の正しい存在が一つなん、一つってかまあ、法則は一つに決まってるわけだから、ってことは仏が一番説こうとして全ての人を救える方というのは一方しかない。ここを抑えないと宗教を見抜けないんだよね、その構造、宇宙の構造を。だから日蓮宗、それが戒断の大御本尊に極まったわけじゃないですか。戒断の大御本尊以外の全ての宗教は要は人を魔界に落とす、そういうその力学が全部に働いてるってことよ。日蓮宗以外の全ての宗教はそういう縦分けなんだ、この宇宙は。ざっくり言うとその意味で間っていうのはまさにその人を仏と正反対の存在だから、あの人をこの悪しき方向へ悪しき方向へ何かが足を引っ張ってやる、そこにイエーイっつって喜びを感じている何かそういう存在が仏と反対側のような存在として、仏は人界に出現されたから見えたけど、魔界というところに本当にそういう存在がいて、全てを何か悪い方してやろうって意志が常にこう両方の力学が働いてるってことだよ。でほっときゃみんな悪寄ってくってことだよね。それをまずは、善を抑えて悪を作らしむるをば喜ぶことに候ろうと、分かりやすいよね。この善というのは別に仏教っていう意味じゃないんだよ。一般的な善、人間として正しいことをやりましょう、人のためには尽くしましょうとか、まあそういうことだよね。散らかってたら片付けましょうとか、みんなそれさ、それが悪、間というものはその命にとっついてきて、その善をやらせないように、やらせないように、悪いことをやらせるように、やらせるように働く、そういう、またそういうふうにとっついてやらせて、しかもそれを喜んでるってわけだな。そういう一般的にもそうなってますよと。で今度は次の段階に行くわけよ。強いて悪を作らざる者をば力及ばずして善を作らしむっていうんだ。今度は悪いことをしないっていうその強い、まあ、人間性を持っている人には逆にだよ、善ということを執着させて仏道修行をさせないっていう意味なんだ。だから着服なんかしててそういう人いるじゃん、自分なりきに一生懸命ボランティアやってますとか、そういうやってるから、だから何もそんなあえてそんな仏教とかそんなことをねやる必要は私はないんですと、もう精一杯今いいこと私はやってるからっていう、そういうことに執着して日蓮宗宗の正しい信仰をしようとしない心が、まさにそれは間がもうとっついてんだってことなんだよ。自分じゃ一切自覚なんかしてこないじゃん。でも間っていうものは悪を作らなかったらもうしょうがないから善を出して、そしてそれに執着させて、そして正しい信仰の道に歩ませないっていうふうにとっついてるってことなんだね。とっついてんだよ、普通に考えてるね、もうとっついてるんですよね。そういう見方がこっちがしてなきゃ、おっちゃう、自分も見破れないってこと。
一見それで、うん、そうかなと思っちゃったりね、この人はまあ一応まっとうな人生歩んでるし正しいことやってるし、じゃあしょうがないのかなって、違うのよ、もう間がとっついてるんですよ。なんか天理教なんかそんな感じですもんね。そうだな、そう、善行だけ解いてさ、ね、ご立派なこと解いて、はい、だから大体の宗教は教義なんかほとんどなくて、はい、道徳的なこと言ってるだけじゃん、うん、人のとこ嘘言っちゃいけませんよとか、裏切っちゃいけませんよ、恨んだらいけませんよ、そんなことばっか解いてるんだよね。親孝行しましょうとか、できねえよなことできねえし、やっていながらそれやった気になっちゃってる。それで あたかも自分はこの世に生まれて正しいことやってるんだと思い込ましてる。それは実は間がとっついててそのことやってんだよって。で次の段階は、まあ、そこに通じるけどね、また二条の行をなす者をばあながちに仇をなして善を進むなりと。この二条の行っていうのは何たるかって言ったら、文章だけで読むとまさにその二条会の修行になるけど、これはやっぱり心を読ませていただくと、要は日蓮聖宗の正しい信仰においての持行だけっていうふうに読めば分かるわけだよ。御行はします、唱題もします、お寺にも参詣します、だけど釈服はちょっとどころかうんと厳しいとかいう、その心の信仰に落とすって言うんですよ。だから二条の行をなす者をあながちに仇をなして善を進む、あ、ごめんごめん、その事業の行すら始めようとすると、さっきの話なんだよな、そのもっと簡単な善、うん、庭掃除しなきゃいけないとかなんかあるじゃん、家の片付けなきゃいけないとか、だから御行がおろそかになるとか商代が減るとかっていう、そっち落とすってことだよ。お父さんにやっぱりいいもの作ってあげなきゃいけない、そりゃそうだけどさ、いつ加減があるわけだな。何もさ2時間も3時間もかけてさ、あのフランス料理のフルコースみたいなの作ってやなくたって別にいいわけですよ。でもそういうことにとらわれてって、で花も綺麗にいけなきゃいけないとかさ、そんなことにとらわれてって、奥さんが真っ当な商材そこで2時間3時間できるものをやらなくなってくみたいな姿っていうのは、しかも自分にとっては正義なわけよ。旦那さんにちゃんと尽くすことが正しい道のあり方だなんて言っちゃって、二条の行、要は本当の仏様の前に座って御行唱題をしなきゃいけないっていうのをこう落としていく。そして本人には全く間にとっついてるなんて思わせないけど、もうすでにその心は間にとっつかれた姿なんだよっていうことなんだよ。そう、そしてだ、さらにここが今回の、まあ、最後の肝なんだけど、また菩薩の行をなす者をば遮りて二条の行を進むと。とうとう結論はここなの。菩薩の行といったら釈服ってことですから、釈服をやらんとこの行く心信仰心を、その心を遮っちゃって事業に落とすってことだ。そのさっきの結論で言うと、御行してます、商代も1時間2時間やってます、ありがとうございます、お寺にも参詣してます、お山にも参詣しました、で釈服はっていうと、いやなかなか釈服は私ちょっと向いてないかもなんてね、なんて言ってる人たちはまさにその向いてないから釈服ができないと言ってるんじゃなくて、間がもうとっついちゃって菩薩行というものをさせないような心にさせるっていう、自分に正当化するわけだ。そのでも商代は3時間4時間やってますからとか、で私は商代で応援するわみたいな、あなたたちは釈服するの、私は商代で応援するわなんて、そんなのはもうまさにこの状況に落っこってるよってことなんだね。二条に根性に落ってる。もちろんさ、足が効かなくてチラシ配りとかいけないよとかさ、そういうのは別だよ。そういうのは支部活動日があってさ、おばあちゃんとかおじいちゃんとか、あるいは小さい子供だね、そういう子供たちがせめて商談を しましょう、そして自分がみんなとグループ組んでピンポンピンポン飛んで歩くとか、そのチラシを入れまくるってことはなかなかできないし、実際物理的にねできないし、仮に行ったとしても他の人に迷惑をかけちゃうということになれば、それはじゃあ私はもう商代としてなんとか皆さん方の釈服を応援しますっていう、そういう商代は尊いと思うんだよ。足もちゃんと立派に動けてさ、口も喋れてたよ、それでいてお前金もそこそこ活動費が出るって言ってんのに、いや私はどうもそんなで内心どっかでその下品な業に見えるっていうかさ、釈服業はそんな荒っぽいね、なんかそんな喧嘩腰みたいな、私は上品だからそんなことできないわっていうような根性で、もしそういう気持ちでいるとすれば、まさに間にとっつかれた根性でその末法の菩薩行というものをあえてしようとしない心にとらわれちゃってんだよっていう、
それは釈伏をしたくないしたいとかっていうもっと根底に間にやられてるんだっていうことを我々は自他ともに見抜かなきゃいけないと思うんだよねっていう、こうちゃんと御文章があったんで、ここはもう自分もそこは気をつけなきゃならんということですよ、今後のね信仰のために。そしてラスト